ジ赤崎カジだぜー赤崎マジマジ TV でーすということで始まりましたね、ご覧ください。東京豚骨ラーメンバンカラ新宿歌舞伎町店ということで、よ歌舞伎町のバンカラというお店ですが、はいはいはい、西武新宿駅からと、2分ですね、すぐのところ、はいはい、で JR 新宿駅から行くと徒歩5分でございます、はいね、はいはい、こちらですね、国内はもちろんタイやオーストラリアなど、うん、系列店舗合わせるとなんと30店舗以上支店に持つお店なんです。有名店、有名店、池袋に本店があるのかな、ということで入っていって、はい、食券から見ていこうとしましたが、食券制ではございませんでした歌舞伎商店は。はい、でバンカラという商品、それから極みバンカラ、はい、まあ、グレードアップしたもの、はい、特製濃厚つけ麺、中華そば、タンメン、味噌ラーメン、ストロングラーメンとございますが、ストロングラーメン、これがですね限定の二郎系なんですよ、このストロングラーメン。なるほど、そう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 、これいいとこ食いつきましたね。あ、いいとこですよ。そう、これをマックスにして頼んでみましたぞ、ということでお値段もストロングマックスということでございます。いや、マッキーソリオシカみたいな卵の、これがね、どんどんでかくなって、ちなみにこれマシマシはできないんですが、この量です、そうなんですよ。すごい。で、通常ストロングラーメンにすると卵も角煮も入らないので、うん、マックスにするとこのような形になると、で、角煮が入る場合はデフォルトで豚は入ってこないんですが、十分ですよね、という形で。あ、そうなんですね。さあ、コナンみたいにね、うわ、CM、でかっ CM みたいになりましたが、メガ角煮、こちらですね、池袋店では私よくお世話になっておりました。角煮だけはいつもあるんで、バンカラといえば寿司屋のアナゴぐらい、アナゴぐらいね、いいアナゴね、いいアナゴぐらい、ここまででかいの日本アナゴが乗ってるからような、油と赤身のバランス良い、トロトロ豚に見えてギュッチメガ豚です。うわ、すげー、ギュッチメガ豚、ギュッチメガです。さ、そしてスープはね、うん、この非乳化系なんですよね、うん、はい、普段はね、特徴的な、甘みが特徴的なまろやかスープなんですけども、うん、これも、はいはい、二郎系に寄せたね作りになっている醤油だった、そうなんすね、ということなんですわ。みりんとか、あ、ちょい入ってるかな、うん、そして野菜ですが、これがシャキシャキーンということですね。シャキシャキーン、甘めのスープの野菜の甘みとこう共鳴するんですね。で、もやし一袋分以上確実に入ってるんで、はい、マシとはいえ気をつけてくださいということですね。まあまあ、かなりマシマシレベルは、マシマシレベルは入ってます。そして、うずら、至福のプリットうずらということでね、プリットうずらがもう出てきてしまったらですね、一番うまいやり方、やるしかない。出ました、クワトロウズラに返しのこれなんですか、一番ダイレクトアタックがうまい。そうなんです、あーあーあーあ、光ったな、一瞬小さくてね、一個一個食べても思い出に残りませんから、一気食いして思い出に残しましょう。思い出に残したかった、ね、ボシさんってメガネかけてたんですね。かけてるわ、いつも。ちょっと久しぶりすぎて分かんなかった。いやいや、どんなそんな個人的な感想を込めていくね、ストロングラーメンのためだけに開発したという特製麺でございます。あ、うまそう、はい、うん、黒スープにね、これ絡んでのこの濃さなんで、うまそうですね、見た目からして ね、 ね、麺黄色いな、黄色いですね、通常のバンカラ麺よりですね、ちょっと太めに作ってあるということで、はいはい、うん、で、麺をこねるときにね、ゴワゴワかツルツルかを決める加水率、まあ、その加水率が若干低めでゴワつきとアップしているように感じました。多い、多いですね。バンカラもともと丸ごとニンニクを潰せるアイテムがあるんだけども、十分このニンニクコールのみでいい真っ白でしたということで、辛くてやや苦味も備えたアダルトニンニクです。アダル、新宿だからだ。新宿だから。そういうことか。大人アダルト町だから。貴重のね、味がしましたということでね、しょっぱレベルもチェックしていきましょう。これがですね、なんと、辛いですね。レベル5来ちゃいましたよ。めちゃくちゃ辛い。顔が浮かんだ時は大体5ということで。ノーアにかける。かけるです。5がマックスかな。5がマックス。生涯出会った中でもかなりしょっぱいもん。甘めのまあスープなんで、それをね、もう抹消、抹消しちゃっていい、抹消するぐらい抹消する、かき消すぐらいの返しでございます。それでもこれで麺終わったんだけども、まだまだ野菜が全然終わらないということ、この量が感動しました、改めてね。ここでさらに麺量大盛りにしたらですね、とんでもないもうバトルが待ってたに違いない、本当に。そこまで言われるとちょっとそれ見たかった見たいですよね。見たかったですか。やりません。やんないか。ファイナル見たばこ、ファイナル見たばこ来ました。すごい弾力だ。うわ、なんか半熟じゃない。
と思ったんですが、9割方固まったギュチ卵です。あれおかしい。ギュチ玉最後なんですね。最後なんです卵ね。いろんな甘めの返しが煮卵させてワンチームって感じですね。ね、煮卵させてワンチーム、煮卵させて、ええ、煮卵ワンチームだよ、うん、ワンチームワンチーム。あれ赤いニックとか聞けたんですね。あ、そうそうそう、ワンチーム大丈夫。ワンチームワンチームは何ですか。え、どういうことですか。流行語大賞よ、今年は。え、あれ、アメフトですか。それがアメフトじゃねえよ。いろいろミスが出ておりますが、ちょっとマジマジレベルは、マジマジレベルは89.6ということでございました。ここマシマシレベルじゃ、マシマシレベルじゃねえ、全然流行ってねえんだよ。来年こそは、ということでね、はい、ワンチームね。ワンチームじゃない、ワンカラだよ、ワンカラ。ワンチーム、ワンカラね、ワンチーム、ワンチームになってたよということですよ、はい、ワンカラさんは。全然ここの3人ワンチーム感なかったっすね。なかったっすね。なかなかバラバラなラビーチームなかったですが、まあ歌舞伎町といえばね、二郎もあるけども、ワンカラさんも期間限定で二郎系が食べられるということで、皆さん行ってみて、はい、くらせーなということで、はい、グッドです。Thank you.